ど、うん、中出してもらったりも3枚にも全部おろしますよ、うん、はい、あれはあんまりな、はい、ああいう東を3枚におろすとか頭ぐらいネタ取られてもらえばずっとやっぱりこう あのなそこまではできないそうですね、それぐらいはで、まあな、あの異なられへんお客さんもあんねん、ほんまにか、よろしい、もういつものもうおなじみさんやったらもう、うん、もうしゃあないなって言ってそういう感じやります、はい、やってます。あの辺の味なんかは刺身にもできるぐらい、うん、これ今日のはまた違うね、刺身用の味とはまた違うね、もういろいろあってた、そうなんです、これはもうバカーっとこの網で取って、はい、まあもうそのままボールにかけてきてやって、うん、お刺身のやつはその糸だ、その糸、釣って取るやつの一枚、へぇー、じゃあこの辺の芝味とか、芝味っていうのはね、またちょっと違うね、あの、養殖もね、釣った、うん、大きい、そうです、うん、この半分ぐらいです、ね、芝味、うん、知らないことがいっぱい、本当に、まあ、あんまりな店頭で出すとあれ多分からこうやって刺身の中に置いてんの、その時その時にこう出していってこうしていく、島味こんな大きいんですね、そう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 、つまりこれだけだと取るから距離まないわ、味これ取れば味これもあんねん、全部な、うんうんうん、そっか、へー初めて見ました、ああそうか、うん、これもな出しとってはええねんけども、だから出すとな痛むねん、多少乾くしから刺身が全部、ま、巻いてしてるけど、一つ一つ巻くとら時間かかるから、はい、もう両巻いてないで、こんな感じですね。